不思議な竜妖精ユニコーン聖なる存在の話エピソード1諏訪湖の竜からの誘い古来竜に乗るという表現がある。 それは一種の流れに乗るという意味だ昨今のスピリチュアルブームで今夜のスピリチュアルコーナーに行くと竜関連の書籍は目白押し竜にはそれぞれの解釈があり竜と話せるというスピリチュアリストも多いしかし俺は基本的にそういう存在とおしゃべりするタイプではない しかし、龍神と呼ばれる存在から声をかけられたことがある。諏訪湖で友人と二人瞑想をした時だ。その友人は目視で龍の姿を見ることができるという能力を持つ男性。穏やかな諏訪湖の前で静かな気持ちで目を閉じていた。 諏訪湖には竜人がいる。いや、珍しいことではない。大抵、大きな湖にはいつもいるものだし、実は竜はどこにでもいる。瞑想中、心の中に突然言葉が響いた。乗るか。竜人からの声だとすぐに分かった。 たった一言だった。自分を守護する竜のように近い存在ほど言語的コミュニケーションが取れるが、高次元な存在になるほど言語によるやりとりは難しい。そんな竜人からの乗るかというお誘い。正直怖かった。理由はわからないけど、 今の状況から大きな変化が起こるのははっきりと感じた断ることもできるしかし断る理由はなかった乗ります心の中で答えたするとそれまでないでいた湖だったが突然波が立ち水辺に打ち寄せた 海ではないので、よほど強い風でもない限り、そんなことは起こらない。もしかしたら、遊覧船が通ったかと思い、ちらりと目を開けて諏訪湖を眺めたが、遊覧船は船着き場に停泊したまま。ただ、波だけが寄せては引いていた。瞑想が終わった後、いやー。 すごかったね龍さんがこっち来たねとその友人は言った彼も龍人の存在ははっきりと感じていたようだ「竜に乗る」それは「流れに乗る」その後から俺はそれまでやっていたワークショップを手放したり。 新しいことを始めたり、ビジネススタイルも大きく変わった。人間関係も目まぐるしく変わった。そして、今もその流れはずっと続いている。エピソード2。竜と竜人の正体。俺が目に見えないエネルギーを、 はっきりと体感するようになったのは245歳になった頃からだった人の肉体と重なるように目には見えないがその人のオーラというか別の何かがあることが分かったそれはエネルギーとしか呼びようがないそして世の中には 人が持つエネルギーだけでなくその他にもいろいろなエネルギーがあることも分かった。